エディさんは、ウクライナの歴史的地名である。現在のウクライナ南西部とモルドバ南東部を合わせた歴史的地名。黒海の北、ドニエストル川とドニエプル川の両河川に挟まれた区域。ブジャクトベスサラビアの東、ボジーリャとザポロージャの南、タウリダの西に位置する。中世の頃、ウーリチ、ペチネグ、後にクマン人が暮らしていた。その後13世紀。 モンゴル帝国による侵略を経て、ジョチウルスの支配下となった。15世紀にはリトアニア大公国の領土となり、ディークラと呼ばれるようになった。それから、オスマン帝国の諸公のクリミア半国の領域となった。中央アジアより、クバン地方へ移住を余儀なくされた、ノガイオルダの一部が、1724年この地域にも、聖戦してきて、エディさんと呼ぶようになった。しばしば、 オスマン帝国のシリストラ州の一部となり、ハジベイ要塞とエジ要塞が中心地となった。また、オスマン帝国に隷属するノガイとロシアの後ろ盾を持ったザポロージャコサックの対立の場でもあった。エカチェリーナ2世を治める帝政ロシアがこの地域へ拡張を始めたのが18世紀末であり、ロト戦争の結果1774年には南、 ブーグカワイ島のエイリさんがロシアへ併合された。ロト戦争がヤシ条約で終結し、ロシア国境はドニエプル川まで進んだ。野外人は激減し、この地をサリ東へと散っていった。ロシアの領有の後の1794年に建設された都市がオデッサである。この地域は新ロシアの一部として、主にロシア人とウクライナ人を中心とし、 民族ドイツ人も含んだ入植者が移り住み、ヘルソン県という行政区域となった。現在のウクライナでは一部がそれぞれ、オデッサ州とムイコラーウ州となっている。ありがとうございます。